も早く絵本の新しい内容が見たいぞ。おい、わかってるならわざわざ言わなくてもいいんだぞ。わかったわ。じゃあ今日の物語はこうしましょう。幾多の困難を乗り越えて、王子と勇者たちはようやく水曜王国の入り口にたどり着いた。そこで仲間の妖精パイモンがみんなに本当の正体、女神であることを明かした。やったー、女神が誕生だ。女神は勇者たちの誠実さを大いに称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を達成できるよう願った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突入し、魔物を駆逐して閉じ込められた可愛い水曜を救い出した。王子様はついに王国を奪還した。けれど王冠が、ああ、王冠がまだできてないんだ。いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。悪い奴らはまだ諦めていなかった。しかし王子はすぐに王冠を奪回し、虹が再び王国にかかるだろう。おお、その解釈は没入感があっていいな。わあ、すごい、ジュリア夫人の絵は素敵だな。ありがとう。これで絵本の2ページ目も完成ね。トルクシーの冒険はますます終わりに近づき、王冠をいただき王となる。かわいい子、きっとその時には元気になってるわよね。きっとそうだぞ、ジュリア夫人。それにもしかしたら今日帰ってすぐお医者さんのいい知らせが聞けるかもしれないしな。ありがとう、女神様。そうだ、フレミネさん、王冠の制作について。一日あれば十分です、ご安心を。ありがとう。じゃあ最後の冒険はまた2日後にしましょう。ここに集まるので大丈夫かしら。じゃあまた2日後に会いましょう、かわいい仲間たち。夫人は帰ったし、オイラたちもそろそろ帰ろう。フレミネはまだ仕事があるよな。うん、ちょっと町に行って王冠の台座を作る部品を買ってこようと思う。いくつか違うワンを作って一番ふさわしいのを選ぶつもり。そうだな、フレミネは他の人の依頼を簡単に引き受けないとしか知らなかったけど、一回引き受けたらこんなに真剣にやるんだな、知らなかったぞ。多分、おそらく。なんだなんだ。その、僕。おい、何もぐもぐしてんだ。その表情はなんだよ。なんだか顔が赤くなってるし、今すぐヘルメットをかぶって隠れちゃいそうだぞ。え、僕顔が赤くなってるの？フレミネ、もう今日はお前の仕事の邪魔はしないぞ。また2日後に会おうな。うん、ありがとう。わかった、また2日後。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。